どうもラモーンと申します。本日もよろしくお願いいたします。今回もリクエストいただいた選手を作成していこうと思います。今回作成するのは唯一無二新庄剛志、新庄さんを作っていこうと思います。作成する能力はこちら。能力の指定は特になかったんですが、満塁男とさよなら男は取ってほしいということなんで、そこだけちゃんと取っていこうと思います。で、いろんなゲームの能力を見たんですが、基本的にミートはだいたい E かよくて D って感じでしたかね。で、左をちょっと強めとかでしたかね。あの過去のプロスピとかパワープロやったら対左がついてるような感じでした。プロスピエースだけ見るとミートがB の70ちょっとぐらいあったんですけど、さすがに B にするのはちょっと強いかなと思うんで、対右を最高でも D にして、で対左を強くても B まで、で20ぐらいの差をつけてやっていこうかなと思います。でパワーは B の70で、弾道は高弾道で、走力は B の74で、補給に関してなんですが、だいたいね、一番高くてこの B の70いくかいかないかぐらいでしたね。で、通算の失策の数を見ても、めちゃめちゃ少ないってわけではないんで、守備範囲が多分広いんで、失策もある程度増えてしまうっていうことだと思います。なんで補給も最高でも B の70ぐらいにしようかなと。で、スローイングは最低でも A の80から、それ以上上を目指してっていう感じですかね。で、肩も92が最高だったんで、それ以上を目指して。で、ポジション適正なんですが、阪神時代に内野を守ったことはありますが、それを足すのはあれなんで、外野1本でいこうかなと思います。日本ではおそらく公式戦以外ではセンターを守ったことがないと思うんで、内野を除いて。で、メジャーでレフトとライトは経験してるということなんで、レフトとライトは高くても B の70ぐらいにしておこうかなと思います。で、センターも S の90以上を目指してやっていこうと思います。で、特殊能力もいろんなゲームを見てそれを足したっていう感じですかね。だいたいいいやつを、どっちかといえば日ハム時代の新庄さんを描いてる感じなんで、盗塁はね、どのゲームを見てもついてたんで、やっぱり盗塁は下げとこうかなと。で、あと三振なんですが、三振パワープロやったら三振とか結構ついてたりしたと思うんですけど、日ハム時代はそこまで三振してなかったんで、三振はなしでいこうかなと思います。で、神の手は、オールスターでホームスチールをしたこともあるんで、つけとこうかなと。で、守備職人に関しては、意外とパワープロとかプロスピにはついてなかったんで、どうしようかなっていう感じですね。余ったらつけようかなっていう感じでいきたいと思います。で、あとの特殊能力はこんな感じで、これを目指してやっていきたいと思います。ということで、今回もよろしくお願いいたします。では、行きましょう。じゃあ新庄さん作っていきます。これは後で変更します。で、日ハム顔はこれでいきたいと思います。フォームはこういうのやつがあるんで、これでいきます。じゃあやっていきます。新庄さんといえば、自分でも言ってますが、記録じゃなく記憶に残る選手になりたいと、まさにその通りの選手になりましたよね。阪神時代は、牧原さんから敬遠玉をサヨナラヒットにして、で、日ハムに行っては、オールスターでホームスチールをしたり、とにかく、スター性がある選手でしたね。花がありましたね、やっぱり。で、メジャーに行っても、正直日本とあんまり成績が変わらないという、数少ない日本人選手じゃないですかね。多分新庄さんと田口さんぐらいじゃないですかね。あんまり変わってないのは、通算で見たら。阪神時代は背番号が5でしたが、日本に帰ってきて日ハムでは背番号1。これほど1番が似合う選手はいないんじゃないかなって個人的には思います。なんか1番以外はちょっと考えられないような、こんなにしっくりする人がいるんだなっていう。まさに唯一無二のスーパースターだったなって思います。
ドラフトです。ちょっとね、入れるかが怪しいんすよね。頼む。あーはー、しゃあない、追えなかった。じゃあ能力合わせていきます。はい、ということで新庄さん完成しました。ミートタイの右 E の48、タイの左 C の68、20の差をつけておきます。で、パワー B の70、走力 B の74、で補給 B の70と、でスローイングは A の最高値にしておきます。で、肩力 S の95と、で疲労回復 C60 で、守備適性は、まあ、レフトとライトが B で、センターは S の95で、高弾道バント C、チャンス B、 盗塁 E、 大舞台存在感、満塁男、さよなら男で、神の手、内野安打、レーザービーム、守備職人で、プルヒッターと、で積極性は B で、で選球眼は E と、であとはこんな感じです。 OK ですね。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。まあ、ちょっとね、中日に行ってしまったんがちょっとミスかなと、まあ、これはちょっとお許しいただけたらと思います。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。リクエストありがとうございました。またご視聴いただいた方もありがとうございます。もしよかったら高評価、チャンネル登録いただけると幸いです。次回もまたリクエスト選手を作成しますので、その時はよろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。さよなら。